はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はドラムの積極的な音作りについてお話をしていきたいと思います。ドラムというのは音楽の中でも基礎、土台、こういう部分に当たりますので、なるべくいい音にしたい、皆さんそんな風にお思いじゃないでしょうか。今最初に流した音は全くそのままの音でして、そのままの音というのはですね、このイージードラマーに最初からあるプリセット、そのあまり工夫をしていない音で聞いていただきました。そしてミキシングの方には3つのバスドラ、そして2つのスネアの表と裏ですね、そしてハイハット、これを1つ目2つ目3つ目というようなチャンネルに分けまして、それ以外はアビエンス、ここですね、1、2、3、4つ割り当ててあります。もしタムが入った時のことを考えて、タムの方にも9番10番というチャンネルを割り当てています。基本的に4つに分けてあるということです。本来ならもっと分けてもいいのかも分かりませんが、1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、このように分けています。では最初のキックのところから積極的な音作りをやっていきましょう。今回はトランジェットシェイパーと呼ばれる部分のプラグインになります。 SPL のトランジェットデザイナープラスというのは、世界で初めてトランジェットを操るマシンとして発売されたものです。それをプラグイン化したものがこのようなソフトになるわけです。普通のコンプレッサーとどう違うか、トランジェットシェイパー自身は部類としてはコンプレッサーになりますが、コンプレッサーというのは式1というのがありまして、そこより大きな音を圧縮する、これがコンプレッサーの役目です。でも考えてみてください。例えばジャズのドラムのようにものすごくゴースト音が入ったりとか、そして時にはパーンと叩くようなダイナミクスが大きい時に、スレッショルド、式位置を皆さんどこに置きますでしょうか。式位置が高すぎたら反応はしないし、式位置が低すぎたらですね、ダイナミクス、いわゆるその微妙なジャズドラムの良さというのが潰れてしまいます。ですから本当にジャズ好きの人はですね、ジャズのドラムにコンプなんか入れちゃダメだよというようなプロの方もたくさんおられると思います。それはコンプレッサーのその式位置という特徴のためです。そこで出てきたのがトランジェットシェーパーという考え方です。式位置という考えはなく、各音に対してのアタックとリリース、それだけを調整するというようなものです。この画面で言いますと、左側の大きなノブ、これがアタックです。右に回すとアタックの部分が強くなります。強くなるということは少しタイトになったりします。そしてサスティーンというのがあります。音の先頭の部分じゃなくて、そこからつながる部分ですね。そのサスティーンの部分を大きくするか小さくするか、というようなことができるようになっています。まあ何を言うより、どのように音が変わるか、まずキックで確かめてみましょう。一回リセットをします。僕がいつもお話ししています、ゲインステージングはきっちりやらないといけないということでですね、ゲインステージングがいいかちょっと見てみましょう。はい、いい感じですね。これは VU メーターをスケールをマイナス18、これに合わせています。いわゆるヘッドルームの部分を引き段しているというわけです。ですからこれで0というふうになっても、まだ余裕が18デシベルぐらい残っているということになります。そしてキックはこのようにパンが振ってあります。いわゆるステレオ感がある程度あるわけですね。ここにリンクというボタンがあります。このリンクというボタンはステレオで音が来て、左と
右の成分が違った場合にでも大きい方を中心に考えるようになります。ですからそれもあまり良くない。左は左、右は右でやりたいんだ。今回のバスドラの場合は表と裏とか、もう一個マイク、三つのマイクを取ってあるわけですけれども、その特性を生かすんであれば、これはチェックを入れないでやるのがいいと思いますが、安定させた音にするためにはリンクを入れる、これも重要なことですので、それは自分が聞いてみて試せばいいと思います。あえてリンクは外しておきます。じゃあここで積極的に音を作っていきます。アタックを強めにします。弱めます。もう好みの感覚で簡単にこのアタックを調整できるわけです。スレッショルドがどうだとか、コンプをどれだけレシオをかけるかとか、そんな難しいことは考える必要がありません。聞いてそのままやればいいんです。じゃあサスティンを伸ばしてみます。はい、このように響きも大きくなってきます。こういうバスドラが好きな方もおられます。生ドラムなんかはどちらかというとこんな感じですので、右に回すと生っぽくなる、そんな風に覚えておくのもいいでしょう。これを短くします。パスパスします。もっと短くしてみましょう。はい、このように音楽に合わせて自分のイメージ通りに作っていけるわけです。リンクを今入れましたが、そんなにも大きく大差はありません。そして一番下のノブにパラレルミックスという機能があります。パラレルミックスという機能はここでも解説してるんですけれども、信号が入ってきても2つに処理が分かれます。そしてアタックやサスティーンをかけた音と、そしてそのままの音、それをこのミックスのノブでドライウェットを調整できるということです。ですから聞きの度合いを自由にコントロールできるということになります。ですからこれを左にいっぱい回すと、全くバイパスしたのと同じ状況になるということです。リミッターも一応外してみます。はい、これを入れていきます。このようにしてアタックとサスティーンだけで音作りができるということです。ここから3つはまずサラサラサラとお話をします。今度はスネアです。はい、このようにVU メーターも入れましたので、まずは聞いていただきましょう。ゲインステージングからです。もう少し上げます。はい、じゃあこれでやってみましょう。スネアのパンチを上げます。ゴーストも残したいのでサスティーンもちょっと上げます。
じゃあ次に行きます。ハイハットです。ハイハットも原因がいいか確認しましょう。はい、左はいいですが、右は小さいですね。それはここでステレオ感がかなり左に寄っているからです。もう少し真ん中にしましょう。はい、真ん中に寄りましたね。はい、ゲインもう少し上げておきます。はい、じゃあここからいきます。はい、これ以上上げるとカンカンと小さな音ですけれども変な音が入ってきます。もっと上げてみます。聞こえますでしょうか。ハイハットはアタックを弱めるとまろやかになります。もう少し歯切れがいい方がいいですね。じゃあ次はアビエントです。はい、このようにルームマイクがあるもんでたくさんの音を拾っていますよね。これもでも重要なんです。アビエントがあまりいらないという方もおられますが、後でこれを混ぜたのと混ぜないのを聞き分けていただきますが、残念アビエントがある方がとってもいいです。好き好きと言ってしまえばそうですが、あまりにも差があるのでですね、僕は少なくともアビエントというのは大事にしています。じゃあ作っていきましょう。タイトが好きな人はサスティーンを短めにするといいでしょう。はい、アビエントが入っていてもこのようにタイトなアビエントに作り上げることができます。こんな感じです。じゃあまずはアビエントを抜いて、そして他の3つこれで鳴らしてみましょう。ここからはミキシングをします。ゲインステージングで揃っていますので、ここからは自分の好みでミックスをすればいいわけです。ちょっとスネアの音が気に入りません。変えてみましょう。はい、ここでアビエントを登場させます。
アビエント切ります。入れます。どれぐらい混ぜるか、そしてどんな音を作るかは皆さんが考えればいいと思います。空間ですから、僕はこれぐらいサスティンが残ってもいいと思っています。でもちょっと大きいですので、フェイダーで下げます。今日はコンプレッサーを入れていません。細かいことはちょっとさておき、前回やった動画で簡単にコンプレッサーはつけてありますので、このコンプレッサーをオンにしましょう。そして今回はコンプ後掛けです。これで聞いていただきましょう。キックだけはコンプの画面を出しておきます。このようにスレッショルドが10ぐらいで、そしてアタックは10ミリセック、ちょっと遅めですね。レシオが6ぐらい、リリースはちょっと長めという感じです。そこにヌークというのを入れてありますので、パンチが効いてくると思います。じゃあやってみます。全部のところにコンプがかかった状態です。はい、今度はスネア、スネア押さえすぎです。ハイハット、アタック、思いっきり短いです。アビエントはコンプを入れなくてもいいでしょう。バイパスします。はい、今回はリバーブ、これは入れていません。若干はあった方がいいかも分かりませんが、サンプリングの状態である程度リバーブ感は入っているみたいです。今日は音作りを積極的にするときに、コンプというよりもトランジェットシェーパーを使うととっても分かりやすい、アタックとサスティンだけで操作ができる、今回お話ししました SPL のトランジェットデザイナープラスという商品はですね、プラグインアライアンスでキャンペーンの時などはとっても安く手に入ります。3000円前後ぐらいで手に入る時もあるんではないでしょうか。今回からプラグインアライアンスはネイティブインストゥルメントと業務提携をしまして、完全子会社化、そんな感じになりました。アイドトープもそうです。各自のブランド名は残すようですが、ネイティブインストゥルメントからプラグインアライアンスを変えたり、サポートがしてもらえたりとか、そういうような状況に大きく再編成されたようです。サイトが消えたりするわけではありませんので、なるべく安い時にゲットしましょう。そうでないと定価で購入するというふうになると、199ドルということは約3万円近くかかります。ですからぜひともキャンペーンの時に手に入れる方が得策です。今日はコンプに似た SPL トランジェントデザイナープラスという、トランジェントを簡単に扱える、そんなプラグインをご紹介しました。ドラム、ベース、そういうような音を積極的に作る時に使ってみてください。村長スタジオでした。